こんにちは、ももかです。今日はですね、前回私が韓国出張に行った時の動画出したじゃないですか。で、まあその動画でちょっと結局どんな仕事をしてるのっていうね、声がすごい多かったので、今回はちゃんと仕事について説明しなくちゃなと思ったので緊急で動画回してるんですけど、そうだね、なんか本当に申し訳なかったなってすごい思ったのが、ちょっとタイトル釣りみたいになっちゃったというか、でまあなんかタイトル自体は前からこういったタイトル出したいっていうのは決めてたんですね。でもまあ中身の部分というか、まあ、ちょっと至らなかったなと思って本当にすみませんでした。なんか私的にはあの動画でどういった感じの仕事をしてるのかっていうのを汲み取ってくれたら嬉しいなと思って、まあなんとなく伝わるんじゃないかなと思って出したんですけど、ちゃんと私のその言葉がなかったっていうのもあって、テキストとかね、でちゃんと説明すべきだったのかなってすごい申し訳ないなと思いまして、なので、今日は今のお仕事についてのお話と、その仕事にどうやって就いたのかっていうお話と、留学前のお仕事にも触れながらお話をしようかなと思ってます。でまずですね、私は1年間韓国の方で留学を語学留学をしてたんですけど、去年から今年の5月末まで韓国の方にいて、今は日本で仕事をしてるっていう現状なんですけど、そもそも私は留学前っていうのはお仕事をしてたんですね。普通に働いてて辞めて韓国の方に行って、で帰ってきてまた就活して今働いてるっていう形なんですけど、そもそも私は高校卒業して大学行かずに働いて、まあ、半年ぐらい一応学校に通ってた時期もあったんですけど、専門的な、でもほとんどずっと仕事をしてきました。でまあどんな、なんだろう、業界で言ったら、まあ、それも聞かれたんで全然まあ言えることなんで答えるんですけど、ファッション業界と、あとはエンタメかな、エンタメの業界でお仕事をした経験があります。で今の仕事はエンタメになるのかなっていう感じのお仕事なので、まあちょっとそこでつながりはあるんですけど、最初にこれを言っちゃった方がいいかなと思うので、で一体今じゃあ韓国に関われる仕事って言ってるけど、どんな仕事をしてるのかというと、簡単に言ったらYouTube のお仕事をしてます。 YouTube、 そうですね、 YouTube の裏の方ですね、表側じゃなくて裏の方の仕事を今しています。でじゃあなんで韓国に関われてるのかっていうところなんですけど、まあ、実際会社自体は韓国の会社とかではなくて本当に日本の会社になるんですけど、でそこでまあやり取りしてるとか結構韓国の会社が多い、まあ、ほぼじゃないか、まあ、日本の会社とも関わってるもあるから、まあ、ほとんど私が関わってるところが結構韓国の会社とのやり取りだったりするので、韓国には関われてはいるんですけど、ただ別になんか語学力とか、私結構初心者で韓国にこう学びに行って帰ってきて、今も全然ビジネスとかは全くなので、本当に日常会話程度ぐらいしか喋れないので、正直仕事はがっつり韓国語を使ってるっていうわけではなくて、まあ、私の語学レベルでもできる範囲の仕事をしています。私がこの間その出した韓国出張の Vlog で結構遅くまで仕事をしてたりだとか、結構忙しいみたいな感じのこと言ってたと思うんですけど、まあそれっていうのは撮影でってことでしたね。撮影をしてあの時間になってました。どうやって仕事を、今の仕事に就いたのかっていう話をすると、順を追ってちょっと説明しますね。まず5月末、ほぼ6月かな、6月に日本に帰ってきて、で最初はまあ前お仕事をしてた経験を生かして就活しようと思ってて探してたんですけど、自分でねネットとか、まあ、エージェントさん、まあ、就活のところを登録して話聞いたりだとかそういうことをしてたんですけど、なんかどうも腑に落ちないというか、なんかやりたかったっちゃやりたかったけど、でも結局やっぱり韓国に関われないかなみたいな気持ちもあって、それは結構留学行く前から思ってはいたんですけど、まあでもね、正直韓国語が上手い日本人だっていっぱいいるし、で日本語が上手い韓国の方もいっぱいいるじゃないですか。そんな中私のこの語学力で
別につけるなって思ってなかったから、諦めてたというか、まあ選択肢はなかったんですね。韓国に関わる仕事、韓国を使うお仕事っていうのはなかったんですけど、まあ、やっぱ韓国に行ってより韓国のことが好きになって、韓国語に触れたいというか韓国に関わりたいっていう気持ちがすごい大きくなって、で途中で本当にガラッと変えて、もう韓国系の仕事みたいな感じで探し始めました。自分がやりたい仕事をしようと思って探し始めました。探すと結構、まあ、タイミングとかにもよるんですけど、まあ、求人結構韓国でヒットとかしたりするので、まあ、そこで、まあ、条件的にはなんか完全に韓国語ができる人っていう書き方とかじゃなくて、まあ、韓国語ができればなおかみたいな感じのところを探しました。でそれで自分の条件に合ったところをエントリーとかをしてみてっていう感じかな。でなんかすごいその割と就活大変だった、結構悩んでたっていうか、うまくいかなかったりみたいなことはあったんですけど、やっぱその1年間私は韓国の方に留学に行ってきて、私はその期間すごいとてもいいものだったし、まあ濃い時間も過ごせたというか、ちゃんとね勉強もしっかりできたし、まあ遊んでたりもしたけど、結構自分的にはちゃんと学生としてちゃんと過ごせたから、私的にはすごい、まあいろいろああしておけばよかったな、こうしておけばよかったなっていうのはあるんですけど、まあなんか満足いく1年間だったんですね。頑張れたなって思うんですけど、やっぱでもその1年間っていうのはブランク扱いになっちゃうんですよ。結構そういう部分で不利に思われる、見られる部分っていうのが正直あって、まあそれは結構やっぱその社会人留学するデメリットかなと私は感じましたね。今のその会社に就く経緯っていうのは、韓国系の求人で探してて、まあ、求人が一応出てたんですよ。出てたんですけど、なんか最新の情報じゃないっていうか、結構何ヶ月前とかの求人だったので、多分もう今募集してないのかなみたいな感じだったんですね。まあでも一応送るだけ送っとこうと思ってエントリーをしてしたんですけど、やっぱ返事がなくて、あやっぱもう募集締め切っちゃってるのかなと思ったんですね。でもなんかわかんない、その会社に勤めたいなっていう気持ちがすごい自分の中で大きかったから、まあ求人募集してなかったらしてないっていう回答が私はどうしても欲しくて、でなので直接その会社に問い合わせて、で今までこういうことをしててみたいな、もし求人まだ募集されてるようでしたらぜひ一度、まあ、履歴書かなとか職務経歴書とかを見ていただきたいですみたいなメールを送りました。コンタクトを取って、で割とすぐ返事が来て、実際にじゃあ会いましょうって言ってくださって、で会うことになったんですね。で本当に私は面接っていう面接は全くしなかったです。もうすっごいもうラフな面談みたいな感じで、そこでお話をして、じゃあぜひ一緒に仕事をしましょうみたいな感じだったので、もう本当そのタイミング、募集してる、まだ募集してたっていうタイミングと、その一応私がやってきたことっていうのが若干活かせる仕事っていうので、まあ、採用をもらって今の会社に就いたっていう経緯になります。はい、ということでこんな感じで今日はちょっとダラダラと話す感じの内容になっちゃったんですけど、今 YouTube に関わるお仕事をしてるっていうのと、あとはその前回の私の動画であんまりなんだろうな、不快な気持ちというか、まあなんだろう、残念な思いをさせてしまったことについてちょっと謝りたいなと思って、本当にすみませんでした。まあ、全然本当隠してるわけじゃないので、むしろなんか、まあ、裏方って言ってたんですけど、露出もしてないわけじゃないので、わかんないけど、私はちょっと会社 Vlog とか本当は撮りたいなとは思ってるんですけど、そういうのもできたらしたいなと思ってるので、全然隠してるわけではなかったので、まあ、今回もう話しちゃおうっていうことで話したんですけど、まあそんな感じで楽しく、まあ、大変だけどね、大変だけど、まあ、楽しくお仕事はしております。何回も言うけど、私はもう一回どうしても韓国にいたいなっていう気持ちがあるので、今後はどうなるか分かんないんですけど、まあそうだね、いつかまた韓国での生活をしてる Vlog とかも撮りたいなと思うし、旅行とかも行ったりとかもねちょいちょいしようと思ってるので、これからも私の動画をねたくさん見ていただけたら嬉しいです。はい、そんな感じで終わろうかな。
この動画が良かったなと思ったら高評価とチャンネル登録、あとはコメントとかも、なんかこういったのを知りたいとかこういった動画を見たいっていうのがあったら、もしコメントに書いていただけたら嬉しいです。では最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。